茨城おもしろ研究所すぐに使える茨城弁会話。さあ始まりました、すぐに使える茨城弁会話のお時間でございます。講師の山中隆俊です。アシスタントのデレ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 スケです。お願いします。そんなに埃がありましたか先生？そうです、最初にこう頭を下げた時に、はい、あ、埃があるなと思ったので、はい、いやちょっと無視しようかなと思いますが、気になってきてふーっとやらせていただきました。はい、今回ピックアップする茨城弁は頭切るでございます。うん、頭切る、まあ、日本語に直しますと、うん、髪の毛を切るということでございます。なるほど、そうですね、はあ、はあはあ、まあ、怪我をする意味の頭を切るというわけじゃなく、うんうん、髪の毛を切るということですね。なるほど。で、頭切るになるんですけれども、はい、まあ、頭切ると濁らせた方がより茨城弁になるんじゃないかな。なるほど、まあ、コツでございますね。頭ね、頭切る、怪我をしてしまう意味でね、うん、頭切るとごっちゃになりますけれども、うん、頭切ったんだとニコニコ言ってれば大体、髪の毛を切ったということでございます。確かにそう、頭切らした人はなかなかニコニコして言わないですね。で、頭に包帯が巻かれているような場合は、はい、本当の意味で頭を切ったんだなと思っていただければと思います。はい、そしてこちら英語に直しますと Get a haircut。 Get a haircut。そうなんですね、はい、さあこの頭切るなんですけれども、はい、日常ではどのように使えばいいのか、はい、髪の毛を切りたい茨城県民さんと、はい、その意味が分からず、うん、頭を切ろうとしてるのかなと勘違いしてしまった日本人さんの会話で学んでいただきたいと思います。はい、ご覧ください、どうぞ。そろそろ頭切っかな。え？何言ってんの？いやもうしばらく切ってねえからそろそろ頭切っかなと思って。いやいや別に切らなくていいでしょ。そげおめえ最近頭切ったのいつ？多分中学生ぐらいじゃないかな。中学生？うん、中学生から頭切ってねえの？そうだね、20年ぐらい前かな。20年ほったらかしてその長さっつうこと？ほったらかしたっていうか、まあ、うん。ずいぶん伸びんのせいこと。伸びる？20年。まあ、20年ぐらい前だね。はあ、そんな人もいいんだね。俺はもう、毎月切ってっと。毎月切ってんの？毎月頭切ってっと。大丈夫？いつも4000ぐらい払って切ってんだわ。金払って切ってんの？うん。誰頭金の4000ぐらいかかっぺ？ 4000 円も？ちょっと待って。俺に1000円くれれば頭切ってあげるよ。1000円で切ってくれんの？切る。でもちゃんと頭切れんのげ？できる。ほんと？したっけやってもらおうかな。やる。よし、行くよ。えい！いやはい、見ていただきました。いや先生、これ意味を知らないとこんな大惨事になっちゃうんですね。そうですね、最終的に。まあね、でもちょっと茨城県民さんもね、はい、木の枝を持ってね、はい、切ろうとした段階で、はい、これは髪の毛を切る感じじゃないなというのは気づいても良さそうでしたけどね。まあそもそも中二から、はい、あの毛の長さはありえませんよ。そうですよね、伝わってないことに気づくべきでしたね、はい、そうでしたね。まあいろいろなね、頭を切る、髪の毛を切るお店とか、うんうんうん、あるじゃないですか。はいはいはい。まあ、それによってちょっとずつ違いがあったりする場合もありますので。あ、ちょっと違うんですね。なるほど、はい、切る場所によって違う、うんうん、頭切るの正しい発音を学んでいただきます。はい、リピートアフターミー。いつも美容室で頭切ってんだ。いつも美容室で頭切ってんだ。いつもバーバーで頭切ってんだ。いつもバーバーで頭切ってんだ。いつも自分で頭切ってんだ。いつも自分で頭切ってんだ。これ一緒ですね先生、全部。
じゃないんですよ、先生。これ全部一緒でしたよね。そうですよね。はい、勝ったんです。だったらよかったんですけど。というわけでございまして、次回は何をピックアップするのでしょうか。したっけー。ねー。皆さん、チャンネル登録、高評価、グッドボタンお願いします。お願いします。いろいろね、動画、いろんな動画見ていただいたら分かると思うんですけど、はい、私、現状かなり髪の毛伸びております。そろそろ頭切ろうかなと思ってます。好きにしてください。